マンディ・ムーアは、アメリカ合衆国のポップス歌手、女優。ニューハンプシャー州、ナシュア出身。父親のダンは、アメリカン航空のパイロット。母親のステーシーは、元ニュースのリポーター。父方から、アイルランド人とチェロキー族インディアンの、母方から、イングランド人とユダヤ人の血を引く。二人の兄弟がいる。父親の仕事の都合で、フロリダ州。 ロングウッドに移る。14歳の時に見出されてレコード会社と契約。1999年にデビューアルバムソリアルを発表。当時はブリトニー・スピアーズ、クリスティーナ・アギレラ、ジェシカ・シンプソンなど10代の女性シンガーが人気を博しており、マンディもその波に乗る形でデビュー。デビューアルバムは、いわゆるバブルガムポップで、後に、 マンディもこのデビューアルバムに関しては後悔していると話している。2000年にはスペシャルアルバム I wanna be with you を発表。このアルバムとファーストからの曲が選出された版が日本でリリースされ実質日本でのデビューアルバムとなる。それ以降は MTV の MC を務めたり活動の幅を広げていた。元々のシンガーソングライター志向もあり4枚目のアルバム以降 より大人向けのアルバムを発表する傾向にある。マンディムーは2001年、プリティプリンセスで映画デビュー。青春映画などに積極的に出演し、特に2002年に出演したウォークトリメンバーは世界中でスマッシュヒットした。また背の高さを活かしてファッションモデルとしても人気である。アメリカではファッションリーダー的存在でオシャレ芸能人として認知されている。 キャップやクレアラシルなどの広告モデルも務めた。2010年公開のディズニーの長編アニメーション映画、塔の上のラプンツェルでは、オーディションの末、ヒロインのラプンツェル役の声優に抜擢。中でも、ザッカリー・リーバイとのデュエット曲、輝く未来が、第83回アカデミー賞歌曲部門にノミネートされた。ありがとうございます。